X 型24気筒エンジンの概念図、X 型エンジンの動作、X 型エンジンとは、レシプロエンジンの一種であり、V 型エンジンを上下に結合したような形状で、正面から見ると、X 形状を示すために、このような名称が用いられている。クランクシャフトは1本で4つのシリンダーバンクを持つ。X 型エンジンは、文字通りしばしば既存の V 型エンジンを用いて、 上下に結合する形で設計試作が行われた。このような構成のエンジンは星型エンジンと比較して非常に複雑な構造と高度な製造技術が必要とされ、エンジン自体の重さも重くなる傾向があるが、同数シリンダー比では V 型エンジンよりもコンパクトに製作が可能ともなる。設計方法によっては V 型12気筒よりやや大きい程度の大きさで、 X 型24気筒を製作することも不可能ではないため、第二次世界大戦前後には、総発機で4発機と同等の出力性能と、航続距離を発揮することを目的として、V 型12気筒をベースにした、X 型24気筒が大型爆撃機、攻撃機向けのエンジンとして、多数設計されたものの、当時は複雑すぎる構造に技術が追いつかなかったために、いずれも、 試作段階で開発は頓挫している。21世紀に入り軍事車両用途で実用化がなされている。第二次世界大戦の末期、ドイツが戦車用のエンジンとして、X 型16気筒の空冷式、ディーゼルエンジンを製作した。スラマイナス16と呼ばれる。ありがとうございます。